なおかしい。はい、平安美人と言われている沙織こと安清少納言と申します。よろしくお願いします。今回はですね、記念すべき第1回目の動画ということでですね、私が平安美人って言われているそのことについて、皆さん の外見の、まあ、お悩みとかの、まあ、解決とまで言わないけれども、悩んでたことがプラスに変わったみたいなことがちょっとでもあればいいなって思って、この動画をお撮りしています。では最後までよろしくお願いします。おかしい。はい、ですね、私はもうほんと顔見ればわかると思うんですけれども、なんかザ日本って感じじゃないですか。で、まあ、今の現代における美しいの基準っていうのはすごく西洋的な価値観なんですよ。髪は黒髪じゃなくって金髪がいい、茶髪じゃないとダメとか、目は二重じゃないとダメとか、まあ、とにかくありとあらゆる面で日本社会っていうそういう国において美の価値基準っていうのが本当西洋のものが直接入ってきているんですよ。ですから私のように本当ザ日本みたいな感じの人っていうのは、まあ なんて言うんだろう、まあすごくなんか可愛いっていうドンピシャリの基準じゃないわけじゃないですか。で、そういうこともありまして、私はですね、今までずっと、まあちょっと親しくなるたびに、沙織ちゃん、まあ私、まあ沙織って言うんですけど、沙織さんは、なんか平安美人ですね、とか、平安時代の美しい人ですね、みたいなことを言われてたんですよ。で、それを言われるために、ああ、平安時代の美しいってことは、あれ？じゃあ現代における美の基準ではないのかな、みたいな、そういうことをね、結構考えてしまうタイプだったんですね。しかしですよ、おかしいっていう、そういうね、ことが今日起きたんで、そのことについて話しますね。本当おかしいみたいな感じだったんですよ。今日、ちょっといろいろ会がありまして、私が入っている会があるんですよ。で、その、ある方にですね、なんか、清少納言みたいな感じじゃねみたいなこと言われて、で、しかもなんか平安美人みたいなこと、なんかちょっと、間接的に言われて、でも今日はですね、なぜか知らないけど、すごく嬉しかったんですよ。自分が清少納言みたいに可愛いって言われて。私のことを可愛いって言ってるわけじゃなくって、清少納言のように美しい人に私が似てる、雰囲気似てるね、みたいなことを言っていただいたんですよ。で、なんでかわからないけど、今日それを言われて、本当に不思議なんですけど、なぜか今日はすっごく嬉しかったんですよ。なんか、でもこれが本当に不思議で、今までは、沙織さんって、平安時代の雰囲気ですね、みたいな、平安美人ですね、みたいなこと言われると、なんかちょっとしょぼんみたいになっちゃってたんですけど、なぜか本当に不思議なもので、おかしいって感じだったんですよ。今日、沙織さんって、なんか、少納言、清少納言みたいですね、みたいなこと言われたら、なんか、すごくわかんないけど、めっちゃ嬉しかったんですよ。で、これはね、客観的に見たら、じゃあ、なんで今まで嬉しくなかったんですか？みたいなこと言うかもしれないけど、多分なんですけど、その人の、が持っている私の印象とかっていうのが、すごくポジティブだったと思うんですよ。同じ平安美人だねっていうにしても、なんかディスっていうのか、それともなんかその人、つまり私のことをすごくなんか思いやってくれて言ってるのかっていう、この違いだと思うんですよ。で今日の今回の場合は、私のことをすごく多分ですけど思いやって、なんか清少納言みたいだねとか、平安時代の雰囲気してるとか言ってくれたんですね。で、今日、そういうことを言ってくださった方がいらっしゃったおかげで、私は今までずっと、平安美人だね、みたいなことを言われてきた、過去のブラックな記憶、ネガティブな記憶が、今、この瞬間に全部、すごくポジティブで幸せで、すべてはこれで良かったんだっていうふうに思えたんですよ。おかしい！
よ本当に。でだから今日は私にとってめっちゃもういい日なんですよ。どれくらいいいかっていうことを本当にね表現するとこんな感じですよ。あなおかしいっていう感じです。はい、まあそんなことです。でだから私は今日この日にですね、今までいろいろその外見のことで平安美人とかって言われてきたネガティブなことがもう全部プラスに書き換わったんですよ。それっていうのは私のことをポジティブに思って言ってくれたからです。そんなことです。なんか伝わるかな、伝わってくれたら嬉しいけれども、まあそういうことですね。でまあ冒頭にも触れましたが、現代の日本の美の価値基準っていうのは全部西洋から輸入されたものなんですよ。どういうことかって言いますと、例えば本来ならば美しい、何を可愛いとするか、何を美しいって思うかっていうのは人それぞれ違うわけじゃないですか。例えばですけれども、今現代でもアフリカに行くとふくよかな人、太ってる人が可愛い人だねみたいに思われるわけじゃないですか。しかし日本やアメリカなどですと、太ってる人っていうのはだらしない、痩せてる方が美しいっていう風になるじゃないですか。つまり本当は何を美しいと定義するかっていうのは人それぞれ違うんですよ。でも残念、残念っていうか、でもですね、今の日本の社会っていうのはこういう人が美しいっていうのがもうほんと定義つけられちゃってるんですよ。だから本来ならばみんなそれぞれが可愛くて個性があって美しいのにもかかわらず、そういう固定された美の基準っていうのができてしまったことによって、例えば鼻は高くて目はパッチリ二重で、髪はブロンドか茶髪で、ね、肌は白くて、唇はぷっくらして、顎はシュッとしてみたいな、でスレンダーでみたいな、そういう固定化された美の価値基準っていうのが作られちゃったことによって、きっと多くの人は自分のことで悩んでる人が多いと思うんですよ。私は太ってるからとか、私はこうこうこうだからとか、私は一重だからとか、私はちょっと平安美人だからとかっていう風に、多くの人は自分自身を本当は素晴らしいのにもかかわらず、自分で自分のことをなんかネガティブに思っちゃう人がいると思うんですよ。でも本当に美しさっていうのは人それぞれ、本当は何を美しいと定義するかってみんなそれぞれ違うので、もうやっぱり私はこのチャンネルを通して、一人一人が自分の良さを認めて、一人一人が幸せに暮らすっていう、そういうことにちょっとでもなんか関われたらいいなっていうふうに思うんですよ。おかしいって感じなんですよ。はい。でそういう感じでですね、日本をよりもっと良くしていくって言ったらちょっと大げさですけれども、本来持っている美しいっていう基準とかっていうのを一人一人心の声を聞いて、外見に惑わされるんじゃなくて、自分は何を可愛いって定義するのかってことを一人一人ちゃんと自分の意見持っていくってことが大事だと思います。そんなわけです。おかしいです。はい、今日も見てくれてありがとうございました。おかしい、おかしい、平安美人は素晴らしい。